広そうだな。このオーシリアス王国の美術の歴史に必ずその名が刻まれる。古代の美術師たちの都市です。知らない言葉については後で聞かせてもらう。とにかく今はあの崩れたあたりまで行くぞ。遺跡というか廃墟だな。足元に注意してください。道沿いに進んだ方が安全でしょう。ラッキー。少し休み。ラッキー。ラッキー。それでや。
やってやる。前方敵だ。妨害を受け、気をつけて。よし、そこだ。よっせ、立ち止まるわけにはいかないの。総員戦闘準備。戦闘準備。見たか。この上に脱出スポットの信号あり、乗員信号はありません。きっとデバイスが壊れてるだけだ。そう信じるしかない。ラッキー、ラッキー。着いたぞ。この遺跡の中だ。急ぎましょう。頼む、無事でいてくれ。これは箱か。エレナ、バカ野郎。レイ？俺のせいだ。俺が見え張って積み荷を逃がそうとしたから。エレナ、すまない。レイ、製造番号004213、デュマ起動、保護対象を確認。何なんだこいつは。保護対象に警告。恒星体の接近を検知、保護モードを開始。姫、ご無事ですか。ええ、でもこれは一体。話は後だ。来るぞ。警告、エネルギー残量不足、恒星反応、活動停止。実用度低。いけるぞ。敵恒星実用度低。恒星反応、活動停止。来るよ、みんな。アサリ、敵。恒星反応、
活動停止。見たか。撃破。なんとか。貴様の荷物なのだろう。俺は運んでただけだからな。お前デュマっていうのか。これはどういう仕組みなんだ。おい、さっきはいろいろ話してくれたじゃねえか。すごい、すごいわレイ。その力は理術ではないのですか。その理術っていうのは紋章術みたいなもんか。紋章。ああ、いや、とにかく二人とも付き合わせて悪かったな。助かった。これも返す。この後はどうなさるおつもりですか。行方不明の仲間を探しに行くことになるな。この国は広大ですよ。歩いて行かれるのですか。道中ロギンなどはどうされるのです。空飛ぶ乗り物が落ちたなら海をまたいでいるかもしれませんよ。レイ、どうか我々に力を貸してください。見返りにあなたの仲間を探す道行きをお手伝いします。お互いまだ名前しか知らない仲だぜ。ええ、ですから私たちはもっとお互いのことをよく知るべきだと思います。姫、アベラルド、私は彼に協力を仰ぎます。その結果起こることは全て受け入れます。私の名はレティシア・オーシディアス。このオーシディアス王国の第一王女です。このアベラルド・ベルグホルムは側近の騎士です。ほう、あんた本物のお姫様だって。信じていませんね。あんたたちが俺を怪しんでるのと同じくらいにはな。この遺跡から南に下った場所にラーカスという村があります。そこで我々のことをお話ししたいのですが。剣、しばらく借りっぱなしになるぜ。武器をお渡しすることが我々の信頼の証です。朝か。まったく、とんでもない一夜だった。ラーカスの村ってのは遠いのか。今から出れば夜までにはたどり着けるだろう。お前、徹夜明けで夜までとかバカ言うなよ。あの、一つ思いついたことがあるんですけど、この子なら危険な場所を飛んで避けることもできると思いませんか。できるのか。デュマちゃん、恥ずかしがり屋さんなんじゃないですかね。
戻る道となると行きと景色が変わるわね。方角は合っているかしら。ご安心ください。正しい道を戻っております。こんだけ壊れた遺跡じゃ慣れてるやつでもわからなくなるよな。質量構成反応、活動停止、撃破。構成反応、活動停止。戦闘員ください。了解。前方敵だ。よし、で警戒態勢に入らせるな。見たか。いけるぞ。構成反応、活動停止。構成反応の消滅を確認。
ラッキー。はっ。ラッキー。遺跡の出口が近づいてきましたね。見たか。消える。痛いわよ。抗生反応。活動停止。